揃ったか。私のロボットなんだかみんなのより遅くない？第二世代の騎兵は他の世代より兵装が多い分重量過多だ。重量は2000トンを優に超える。地下道を踏み抜かないように気をつけろ。乗せてる核融合炉が重いからね。その分高出力の機体だからプラズマアーク溶断機も装備できる。あれが使えれば奴らの装甲はバターのように断ち切れる。格闘用の腕も本来は高層ビルのメガ柱解体用重いはずよ。だけど取っ組み合いになれば1300トンの握力が頼りになる。第二世代は多くの支援ユニットとリンクしていてそれらを呼び出せる。うまく使いこなせればどんな戦況も有利に変えられるはずだ。そんな一度に言われても覚えられないよ。ありがとうよ。意識を集中するんだ。どうしたものか。22番機兵頑張れ。私防御モードに行こう。17番機兵どうしたら意識を集中するんだ。どうする？13番機ありがとう。やるわよ。急速接近
やったろうじゃねえか。まだ操縦になれねえな。やったろうじゃねえか。21番機常に先を読むんだ。遅い。よし。大丈夫、きっと大丈夫。見てなさい。当てた。やったわ。どうしたもんか。この程度たやすいことだ。頭にセンスみたいなのがついた怪獣がいる。なんだろう。アプサス、正式には APS 制御供給機だそうだ。あいつ覚えてる。シールドを貼る嫌なやつ。シールドで他の怪獣を守る怪獣って言ったらいいかな。シールドって？シールドマトリックス、第4世代の兵装にもある。あ、分かった。網口くんの騎兵にもあったあれか。君たちの乗る第三世代にはあれを解除する兵装があるはず。 EMP スタナー、確かそうだ。電磁パルスで D の動きを止めるためのものだけど、 EMP ならシールドにも干渉してかき消せる。でもシールドを貼られる前に倒すのが。
一番。行くぞ。この俺が弱気になっているとはな。嫌だね。当たれ。バッチリだぜ。当てた。どうやってかしら。メチュよ。さよならよ。マドリンされてる顔で必ず勝つのよ。問いは嫌だね。守れ。オンに助かったわ。私は何すればいい？浮いててね。怪獣が現れた。人生ってのはままならんな。12番機兵必ず勝つのよ。ユキちゃんにいいとこ見せないと。私は何すればいい？16番機兵。何かっても。おとりを出す。まずは。
敵出現。訓練通りというわけにはいかんな。こいつを食らえ。当たりだ。敵大破。行くぞ。希望はあるはずよ。消えて誰もいなくなった。120万もの人を避難させた。これを千尋がやったのか。千尋ちゃんすごい。何者なの？ D のお出ましだ。彼女の言う通り、これで心置きなく戦える。あの虫みたいなのがすっごい数押し寄せてくる。戦車より大きいが、騎兵の相手としては小さくて狙いにくいな。ワーカー、全長は8メートル。どんな地形も踏破できる汎用作業用マシンだそうよ。あの4本足と連結してクレーンのアームとしても機能するみたい。標的確認。いいタイミングだ。敵をつけてやられたわ。よく考えて行くわよ。倒した。破壊した。迷っている暇はない。邪魔だ。よし、残りの敵は。まずは出直し。
すりゃいい？俺たち勝ってるのか？守れ！感謝するわ。早く敵を倒さないと。大事な希望はあるはずよ。破壊し生き残るのよ。
勢ってのはままならんな。打ちのめ当たりだ。敵の死体の状態は暗い。消えたか。ユキちゃんにいいとこ見せないと。当たれリンガ。おとなしくしてな。狙われてるな。敵攻撃範囲内。私は何すればいい？甘く見ないで。敵くれたら絶対負けない。急速接近中。これで撃破したを倒した。勝機を逃すな。許さないわ。攻撃命中。殲滅だ。訓練通りというわけにはいかんな。どうだ。そこだ。いや、敵を破壊した。生き残るのよ。行くわよ。俺の番だな。くらえ。これでどうだ。目標を撃破。まずはそりゃ当たりだ。私は何すればいい？ままならんな。打ちのめ。どうだ。私は何すればいい？浮いててね。当たった。敵へ消滅確認。イージス起動。ターミナル封鎖完了。周囲 2km 完全防衛圏。戦闘情報処理終了。イージスが起動した。街に被害は出たけど死傷者はいない。不良仲間と生きてた頃はよ、こんな街吹っ飛ばしてやりたいなんて思ってた。まさかロボでドンパチやって本当に壊しちまうなんて。あなたは町を守るために戦ってる。これは仕方がないの。うるせえな。お前みてえのにゃ分かんねえよ。滅ぶかどうかの瀬戸際に無駄な感情で煩わせないで。ああ、ちょっとユキちゃん。悪かったよ。なんだかやりきれなくって。勝った。この戦いはいつまで続くんだろう。
分かった。行くわよ。分かった。私の騎兵、取っ組み合いしたら押し負けるぞ。弱いんじゃねえのか。両肩のジャイロで運べるのは600トン。飛べる代わりに重量が第三世代の4分の1しかないのよ。だけど機動力はすごいぜ。それにユキちゃんのは足も強いだろ。かかとのスパイクは強力なパイルバンカーで高圧電流を放って相手の内部も破壊する。だが出力が高いため連続使用すればすぐに攻撃できなくなるぞ。どうする？13番騎兵防御モード止めてみせる。敵だ。上空に熱源補足急速で進行中。操縦になれねえな。頼むからうまく動いてくれよ。なんとかしなくちゃ。喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。痛い目見るぞ。喧嘩なら負けねえんだが。僕はよく考えるな。どうしたもんか。俺が相手だ。よっしゃ。大丈夫、きっと大丈夫。やっつけてやる。当てた。どうしたもん。敵へ消滅確認。
起動。ターミナル封鎖完了。周囲2km、完全防衛圏。戦闘情報処理終了。あいつらの狙いが変わったようだぞ。こっからだとちょっと遠いターミナルだ。先に行ってくれ。俺は騎兵を修理に出しちまった。その辺でバイクでも見つけてすぐに追いかける。バイク盗むのはやんねんじゃなかったっけ。人聞きの悪い。借りるんだよ。非常事態だ。多めに見てくれ。私も乗せていって。東雲先輩も降りてるのか。オッケー、一緒に行こう。後ろに乗せるのか。そうだけど、あれどうしたの。まさかユキちゃん。なあ、やきもちなんかじゃねえよバカ。先行ってるぞ。助かったのね、私たち。結構な数の敵を倒したぞ。敵の兵力も無尽蔵ではあるまい。いつかは攻めあぐねるだろう。そうだね、減少しているはずだ。そのはずなんだが、ゴート君が調べた D の製造数とモニターした D の撃破数が合致しない。作られた数より多いんだ、倒した数が。数え間違いではないのか。製造数は2105年の自動工場の全開だ。予測とも合ってる。では数が増えてる分は一体どこで増えているんだ。なんだあれは。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。おかしい、あの D データリストにない。正体不明よ。おい、反応が増えたぜ。まさかあいつが産んでんのかよ。あったよ、あの怪獣は開拓用じゃない。宇宙計画の方にデータがある。モビルファク、あいつか。あいつが D を増やしていたんだ。ありがとうよ。この距離なら。なんとかしなきゃ。観念なさい。どう？やっつけたわ。見せてて。やってやる。当たった。撃破した。集中するのよ。奴らは今喧嘩なら慣れっこなはずなのにな。オラオラ。さあどうする。痛い目見るぞ。弾けろ。決まったぜ。
信号消滅確認。やれやれ、なんとかぶっ潰せたな。気を抜くな。製造数との差から計算すれば一体のはずはない。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。あいつ内部でドリルフライを生産しているようだ。機械が子供を産んで増えるだと。意識を集中するんだ。見てろ、やったか。撃破した。落ち着いて、力を貸して。頑張れ私。操縦になれねえな。さあどうす。21番出た。頼むからうまく動いてくれよ。なめんじゃねえ。よし、喧嘩する相手を間違えたね。どうしよう。D 信号消滅確認。よく考えるな。援護頼む。まだ操縦になれねえな。この決まったか。スクラップ。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。あいつも一種類の D しか作っていないのか。またあの飛び回るやつか。いや、今度はツインテールを生産しているみたいだ。いいタイミングだ。したら力を貸して。頼むからうまく動いてくれよ。さあどうする。21番機、頑張れ私。どうしよう。気合よ気合。大丈夫、きっと大丈夫。するモビルファクだ。自爆してくるあいつか。厄介だ。どうしよう。力を貸して。気合よ気合。消えて。当たった。喧嘩なら負けねえんだが。やったろうじゃねえか。21番機動く。ありがとうよ。意識を集中するんだ。僕はモビルファク、 D 信号消滅確認。イージス起動、ターミナル封鎖完了。私の声が聞こえますか。騎兵の搭乗者全員に話しかけています。なんだ、確かテレビで見たアイドルの。稲葉みゆき、とびっきりの助っ人だ。私が中枢に働きかけてこの悪夢に終止符を打ちます。
あなたたちはそれまでの間、 D の攻撃から各ターミナルを守ってください。中枢、あの地下のコンピューター。そうか、あんたが沖野の言っていた最後の手段だな。あなたたちが助かるかどうかは、私が送る信号をユニバーサルコントロールが処理できるかどうかにかかっている。中枢が世界を消滅させる前に処理が間に合えば、みんなを救うことができるわ。時間が必要なの。命運はあなたたちが握っている。ターミナルを D の攻撃から守って。もう敵はいないのよね。